はいどうも、ジュウです。今回もスプラトゥーン3バトルモードやっていきたいと思います。さあ今回はイベントマッチの最強ペア決定戦やっていきたいと思います。さあ皆さん、これまた嫌なイベントが始まりましたね。皆さん、前回のこのイベントあったんですけど、これが結構難しいんですよ。なんでなのかというと、これ2対2なので、これ1人がやると結構ピンチになるんで、これね、最強のパートナーがねいない限りは勝てないという最難関イベントでございます。まあ個人差はあると思いますが、ということでステージは違うんで、まあ今回なんとか動画でなんとか頑張りたいと思います。それでは早速やっていきましょう。さあ第1試合目いきましょう。今回はガチアグラ、そしてステージはオヒョウ海運ですね。ガチアグラというルールは変わっていないんですが、まあとりあえず頑張っていきましょうか。味方がチャージャーか、どうかなこれは。まあいいや、とりあえず運んでいきますよ。これは何よりもこれを運ぶのを最重視します。待って、相手トライトリガーはちょっときついよ。あ、待って、いきなりワイパーぞ。これはまずいな。待って、なんか立ってない。待って、それでも俺は突破しなければならない。 OK、 とりあえず一人は倒したけど、あ、でももう一人も倒されたのか。でもほとんど同じなんだよな、こういうのって。待って、オッケー、とりあえずこうして。危ない危ない危ない、あー、そう、ワイプアウト起きたか。2回目、なのに今勝ってる。まあまだ1分ぐらいしか経ってないかな。いけ、待って、これはずるいって。オッケー、一人やってくれた、ナイスー。よしよしよし、いいぞこれは。ちょっと一旦ここら辺溜めちゃおうかな、スペシャル。はい、いいよ、オッケー、ナイス。これはいけ、うわー、待って、トライストリンガーからもちょっと強いなぁ。どうすればいい、これは。待って、それ当たるとは思わんて。まあ当たるっちゃ当たるんだろうけど、待って、このでかい手がちょっと待って、ちょっとやられすぎ、やられすぎだって。まあそしてカウントリード、待って、やばいっすよこれは。待って、さっきから俺やられすぎじゃね。 OK、 ナイス、これはいいぞ。じゃあ今のうちにここからまた塗り返していきますよ。 こうなったらもうあいつらを誘導させようかな。でもシューターじゃないからな、ちょっとそういうところがきついんだが。あ、待って、相手32まで出れたんか。 OK、 いいよ。はい、 OK、 こうして、よし、これで身を固めて。あ、待って、まず37。そう、でもいつでも多く近づけるのが最大の目的なんだよな。やられたくないよ、こんな状況で。わかる。いけ、オッケー、なんとか奪った。待て、オッケー、ナイス、これはいい方だぞ。はい、しかしあと1分弱ぐらいか。オッケー、これが溜まったから、これでまた相手に近づく。まあ、なんかあんまり意味ないけど、ちょっと待って、1しか進んでない。こういう狭いところって、正直あんまり意味なかったりもするんだよ。
さてラスト1分、そして早いって、何トライストリンガーに当たっている感じがしないって。OK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 
ちょっとワイプアウトはさすがに無理か。待って、残り30秒でここまで、32以上まで、2以下までいけるか。ちょっと厳しいところでもある。そう、トライトリンガーが今生きてるのか。オッケー、いいよ。はい。オッケー、いけ。いけ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 。オッケー、逆転した。逆転したぞ。うわー、でも残り28。うわー、相手に取られたから、これ延長戦や。これもう、奪ったら勝ちま、勝ちですから。乗ったら勝ち、乗ったら勝ちだよ。いけ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 、待って、今のは乗せれてない。9番ボム。頼む、早くやられろ、早くやられるんだ。あー、マジか。危ない。いけ。早く、オーケー、素晴らしい。初戦、いったわ。はい。ということで、勝ち。こういうことですね。はい。ということで、まずは最初、1試合目。なんとか、ま、勝ちましたね。OK。こういうことだ。本当に。はい、今回は、3キル13です。わー、ですが、めっちゃ多いなー。はい。これガチの一戦目でした。ちなみに。はい。よーし。はい、これでギアパワーがアップして、じゃあ次の試合頑張っていきましょう。さあ、第2試合目いきましょう。ステージは、おひょうかゆう。さあ、ということで2試合目ですね。なんとか頑張りたいと思います。推定ステージ300か。まあ、とりあえず頑張っていきましょうか。よし、もう、結構やってて、これは、もう本当にあれだと思うけど、待って、今の、クマボムなんで食らわなかったんだ。逆にちょっと不思議なんだけど。うわぁ、タイムシューターからも待って、いきなりワイプアウト？早すぎるって。けけ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 け。オッケー、一人倒した。倒したけど、こいつじゃないんだよなぁ。待って、直行しろ。待って、おい、絶対スパチャンしたな。危ない。待って、追い打ちをかけるんじゃねえ。やばいってこれ。もう倒しても絶対スパチャンで帰ってくるパターンじゃねえか。やばい。待って、今のいけなかったんか。あー、待って、それでも一人がやっちまうわ。待って、またスパじゃん。おーいって。やっぱり。OK、一人倒した。一人倒したけど、また一人乗られたな。OK、ナイス。OK、もうこれはさすがにスパじゃんできないわ。またスタート地点から、あることになるんですが。OK、じゃあとりあえずここを乗っておきまして。待って、危ない。うわぁ、結局巻き込まれた。やばい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 。待て、おりゃぁ。OK、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 ナイスー。よう行ったわ、今の。OK、もうこれで、今のはほぼ奇跡と言っても過言ではないんだが。待て、こっち来ないでくれ。頼むから。OK。ここで一旦降りて、行け。行け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 。OK。一人行ってるぞ。待て、30まで、なんとか耐えるんだ。OK。これで逆転。いいよ。はい。OK。第2巻も突破。待て、
危ない。あ、危ねえ。けけけけ、待って。あ、何が起こったの今のは。あ、ちょっと待って。でも残り11。結構いいとこまで進んでるな。待って、でも舐めてたら負けるんだよなこれ。うわ、ハーベを使ったなこれは。オッケー、エナドリを解放してくれたからなんとかこっちを目指すと。はい、オッケー。うわ、待って、すぐ直撃された。うー、待って、こっち行くんな。行け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 。オッケー、ナイスー。なんか9番モブで行った。オッケー、このままキープすれば俺はもう勝てるぞ。オッケー、こっちには来ていない。待て、こっち来るんか。オッケー、これでドリンクしとく。さて、これならもうさすがに逆転できないだろうという自信があるんですけれども、あ、待って、最悪かもしんない。いけ。ああ、これ巻き込むか。巻き込まれなかった。あ、でも少しは時間稼ぎになったんじゃないかな。オッケー、もうあいつらはもうほとんどもうノックアウトしないといけないという気持ちが強くなるんだろうな。オッケー、見つかりたくない、見つかりたくないって。スライムシューターってこれ射程が長いのよ。まあダメージは控えめなんやけど。待って、早い早いって。待って、オッケー、ナイス。今のはめちゃくちゃチャンスだったよ。オッケー、ナイス、オッケー。あー、やられたけど、待って、全滅かよ。全滅で終わったんやけど。はい、ということでうまくいった。93カウント、うますぎる。ということで、うまくいきましたね。いやー、これは本当に、味方のおかげと言っても過言ではない。はい。ということで、今回は9キル14です。まあ、キルに関しては、まあ結構いい方だったんじゃないのか。OK。そして、また、勝つことができました。いやー、こういうのが美味しいね。よーし、じゃあ次の試合頑張っていきましょう。さあ、第3試合目いきましょう。ステージは高橋経済特区。さあ、ということで3試合目いきたいと思います。この戦いで終わられるか。わあ、全員シューター。まあやっぱりスプラトゥーンといえばか。よし、じゃあ頑張りましょうか。はい、まずはヤグラに乗って。危ないよ。なんとかここはうまくいきたいからね。待って待って、せめて半本だけでも。ああ、オッケー。じゃあとりあえず、ああ、ワイプアウト。ああ、そういうこと。待って、ああ、やっぱりスパチャンスできた。はい、オッケー。ああ、うまくいくなあいつら。待って、乗られた。ああ、乗られた。待って、うわ、待って、なんであいつはここに乗ってんの。しかもウルシを一発決められたんやけど。けけけけけ、待って、タイマー力にも弱すぎるって俺は。待って、じゃあなんとか視界に届かない方がいいな、こういうのって。危ない。なんとかここでヤグラを奪って。あいつはどこにいるんだよ、本当に。あ、待って、おった。おったけど、ゴーニーガロンがやばすぎるって。お、ナイス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 。あ、やばいか、これは。
けい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 け、危ない。ああでもこれいくか。ああいかなかった。うーもう幸いやれる時用にあの吸盤ボムを置くこともあるんですが、待ってこれでワイパードになるの、やべえよこれ。オッケー、OK、やったぞ。待って、あ、乗れない。あ、乗れた。よかった。待って、でも31か。ちょっとこれはきついぞ。でもこれで勝てたらかっこいいよ。いけ。あーなんだよ、ボーディーガード強いって本当にマジで。だってこれ2パックで倒せるからな。いけいけいけ、あれ、はい、危ないよ本当にマジで。いけ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 、危ない。あー待って、やられた。 OK ナイス、早く、早くしてくれ。 OK、 うまいよ。甘い。あー何が起きてんのこれは。はい、待って、今度は何。でけけけ、あ、やばいかこれ。あーよかった、よかったよかった。でけけけけけ、何スムラシューター。あー待って、やばいわこれ。50マスまで攻めてるんやけれども、うーやっぱりオンラインだと連動が違いすぎる、それぞれのプレイヤーの。オッケーオッケーオッケー、あれなんか倒したぞ。くー、ちょっと待って、無理なジャンプは良くないな、やっぱり。オッケー、ナイス。え、何今度は9番とか見えませんでしたけど。やばい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 。 OK、 なんとかここで逆転を目指すぞ。行くぞ。 OK、 うまい。まあ早くワープしたいんだろうな。ちょっと待って、これが迫ってきているって。あ、焼いている。あーオッケー、でも少しのは時間稼ぎになったんじゃないかな。もう14まで行ったってことはもうこれ勝てるんじゃない。いやでもまだ分からんな。だってもう常にノックアウトできそうな状況なんだもん。だってだとしてももうここで決着をつけたいよ俺は。いくらなんでも俺は諦めたりはしない。けけ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 け、早く終われ早く終われ早く終われ、素晴らしい。あー終わった。はい、ということで86対69、春カウントみたいなやつですね。よーし、これよういったもんだな。はい、ちょっとこれ背が違うんでグータッチはできないんですけれども、はい、6キル16です。デスがやっぱり大きな。 OK、 そしてイベントパワー持った。はい、くじ引きコインゲット。 OK、 あーもうこれでやんなくていいんだ、もう二度とやんないこんなやつ。はい、マジでこれ最難関やからね。よう勝ててよかったよ。ちなみに俺今こんな感じ。最初に1試合やって、その後1、2、3、4、5、6で6連敗して、その後1勝で1敗で3連勝。この3連勝結構良かったよ俺。うわーでもね、やっぱりデスが多すぎる。だってもうほとんど10デス以上はしているんで。はい、ということでじゃあこれやっぱり対魔力が必要になってきましたね。よーし、ということでまあこれは
もう出ないことを信じています。ということで、じゃあ次回のイベントマッチは大会イベントということで、これはスプラトゥーン甲子園用のイベントマッチということで、こちらについては実況しないということはもうお分かりだと思います。まあこれ普通の縄張りバトルでもあるんで、で次のイベントはまだ来ていないので、まあ来週フェスとなると、まあまた何が来るのか考えにくいですね。まあどこかのタイミングで月1は来ると思うんで、よーし。ということで、じゃあ今後もスプラトゥーン3バトルモード頑張っていきましょう。ということで、チャンネル登録、高評価、スマホのツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。はい、こっからはおまけです。ニュースが飛ばせないということはフェスの告知が来ました。ということで今回のお題は、はい、こちら、これなんて呼ぶ、回転焼き、大葉焼き、今川焼き、天下分け目の戦いじゃ。対決するのはほかほかの皮にあんこぎっしりの回転焼きと、ほかほかの皮にあんこぎっしりの大葉焼き、そしてほかほかの皮にあんこぎっしりの今川焼きです。で、名前以外全部同じやないかい。それも生まれるのは変わらんのじゃ。うち回転焼きの店しか見たことあらへんで、まからかいで、それで通って通っとるんちゃなうの。そういえば学校帰りに寄ってたお店は回転焼きだったよね。矢柄市場には大葉焼きの屋台があるぞ。ほれ、前にわしが持ってってやったじゃろ。あれは大葉焼きやったんか。砂糖バケツでは今川焼き売ってるよね。冷凍食品だけどあれ大好き。万太郎んちの冷凍庫にいつも入ってるやつか。確かにうまかったの。物は同じなのにそっちは、いや店によって名前が違うとは不思議なもんじゃな。っていうかみんな好きに読んだらよくない。何言うてんねん、決められんこといい決着つける、それがフェス厨房や。よく言った、それでこそリーダーだ。でもこれの名前他にもいっぱいあるよ。他の名前で呼んであったらごめんやけど、この中からビビッときたやつを選んでや。わしの一押しは大葉焼きじゃ。これを程よい甘さのあんこがたまらんぞ。今から焼きだってほっぺた落ちるくらい皮が香ばしくて美味しいんだよ。そんなん回転焼きかて同じ中華でも同じ味言うてるやろが。はい、ということで皆さんはどれに投票しますか。はい、今回は何のチームにしたのかというと、はい、今回は大葉焼きチームにしました。まあ正直今回こういうのあんまり食べたことないので、まあ正直どれでもよかったんですけど、まあ色的に今回白に近いんじゃないのかなと思うんで、今回は大葉焼きチームにしました。で、そろそろうつほも勝たせたいですね。ちなみに服がどんな感じ？あ、こんな感じですね。まあ結構これもいい感じだと思いますが、はい、裏面はこんな感じですね。ということで、じゃあ今回のフェスももちろん動画上がりますし、もしかしたら生放送も今回もあるのかもしれません。まあその時の気分次第になるんですが、なんとか今回もね、頑張りたいと思います。果たしてうつほのチームは勝つことができるのか。ということで以上。